いのおしゃべりワイドショー。今週も瀬戸口ひろきさんに美容についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。もう目の前にいろいろ準備していただいて、ね、楽しみ楽しみ、はいはい、今日はですね、僕が普段使ってるスキンケア用品、うん、コスメを持ってきました、はい、はい、なんか特徴的なものってあるんですか？特徴的なものはですね、こちらハンドローションでハンドミルクなんですけど、もうここにも書いてあると思うんですけど、はい、もう日本酒、これ日本酒のラベルがついてる化粧品なんですけど、今よつかさ酒造様、これ見ていただけると分かるんですけど、中に酒粕が入ってて、うん、あ、本当だ、そうです、うっすらね、うん、ちょっとカメラじゃ分かんないかもしれない、ほらほら、うん、粉みたいなちょっとこう浮いてるのが見えるじゃない、うん、それのミルクバージョン、こちらですね、これが乳液みたいな感じ、これみたいな感じ、これはもう手だけに使うんですけど、うん、まあ、たまに顔にもつけるんですけど、はい、これもう手洗った時とか乾燥するじゃないですか、はいはい、そういう時にいつもこうつけて、新潟地酒のって書いてある、そうなんです、なので新潟の地酒って酒蔵さん11蔵が、うん、私新潟なんですよ。すぐ近くにいっぱいあります。本当ですか？同級生のうちもね、酒屋さんというか酒蔵だったり、はい、これが手につければ、はい、はい、ぜひこっちの方がすごい分かりやすいので、はい、使ったら手に取って、それ新しいの開けちゃっていいの？もうこれはハンドローションです。はい、で手につけます、ね、はい、はい、でこすってください。こすって一回香り嗅いでみてください。あ、いい匂い、いい匂い、はいはいはい、なんかすごくいい、うん、さっきガスの匂いがして、でも手つけて本当にベタつかないし、はいはい、あ、本当だ、サラサラになるので、はいはい、これすごくもうおすすめで毎日使ってて、うん、うん、手が、うん、あら綺麗ねー、手が真っ白じゃない、そうなんですよ、ちょっとあなた毛がないじゃない？でもそっちで毛がは、いやいや、だからそういうのも綺麗になるのかと思って。いや、それはちょっと違う。それは違う。いやね、まあ、だから毛だらけよ。それは別だから。やだ、はい。これなんかもう薄くなった方よ。あ、本当ですか？もうすごい毛があってさ、うんうん、私宮崎にいる時にさ、毛並みはどうなって言われてね、いやーん。うちの姉なんか、もっとすっごいふわふわ、ふわふわあったの。本当ですか？虫が、ちょっと、ふわふわ、ふわふわ。そしたらね、動物じゃないんだから。動物なのよ。虫が入ったらさ、迷子になっちゃって出てこれないわけ。もう、本当に。まあ、それぐらいの人もいるわけですよ。お姉さん、ごめんなさいね。ね、はい、でも、これをつけたら、はい、本当に。これってさ、どれぐらいつけていいの？いっぱいつけていいの？本当に、はい、ありがとう。これぐらいでつけて、なんかこういうの全部つけて、もう、あ、もう今遅いかもしれないけども、もう塗り込んで塗り込んで、いいのいいの、いいのこれからなんだから人生は、あんまりこすりすぎてもダメなんですよ。ああ、そうなの、そうなの、あ、じゃあ、はいはい、こうやって、あ、こういう感じね、こうやって、あ、なるほどね、まあ、塗り方からしてダメなんじゃん、もうダメだ、焦るからよ、焦るからね、取り戻そうと思って焦るからさ、手がですね、うん、はい、もうヤスリなんですよね、指紋がヤスリなんで、はい、擦ってしまうともう表面削っちゃって、そうか、それもダメなの、それもダメなの、指が一番いいと思ってた、いや、もう本当に何がするのも、ここはね、結構強いですもんね、そうなんです、顔を洗う時とかも、うんうん、クレンジングする時も擦らないです、うんうん、やつが泡でしょそうそうそう、あの石鹸でこう、やっと泡立てて、泡立てて、で泡だけでこう洗う、素晴らしいです、でもそれは毎日はできません。いいですよ、毎日できなくても。あ、いいの？たまにこうやっぱ優しくしてあげれば、肌もどんどん。ありがとう、いつもいつもありがとう。でも全然違う感じになった。うん、全然違いますよね。うん、そうよ、うん。もうしっとり、うん、なんかむっちりっていうか、こう。むちむちして。そうそう、うん。なんか私すごいシワがあるんだけど、そう。あるよ。すごいシワなんですよ。そりゃそうだよね。もう血管浮き出てきちゃってさ。ね、私も。じゃあ老化防止しましょう。あでも本当に日本酒って老化防止作用があって、うんうん、作用っていうか成分が入ってるんですよね、うん、そう、体を老けさせないっていう成分があって、うんうん、まあ、それがエルゴチオネインっていう、エルゴチオネインっていう成分が入ってるんですけど、それはあの、うん、酸化を防止してくれるので、はい、あ、そうなの、はい、体中がさ、ほらほら、はい、酸化してるから ね、そうそうそう、本当に体中全部もう酸化してるから本当に、はいはい、日本酒だったりとかは、あの、あ、だから飲むといいんだ、そうです、なるほど、アンチエイジング効果がある、うん、そうか、うん、これが、うん、同じですね、同じところの化粧品で、はい、生酒粕パックっていう、うん、へ、はい、見てください、あら、はい、なんかちょっと
クリームってもっと白いじゃない、はい、最初は白かったんですよ。 あそうなの、クリーム色、はい、クリーム色、そうです、ほぼ酒粕なんですね、発酵してるんです、うん、これはですね、はい、まあ、手に取ってもらって、うん、塗ってみます、うん、塗ってみる、こうつけていただいて、はい、伸ばしていただいて、はい、ありがとうございます。で10分ぐらい経ったら、はい、あの流していただく、あ洗うの、そうです、うん、洗い流すこれパックなんですけど、そうなんだ。そうなんです。これって片手にやればいいんですか？片手だけで。両手でこうとか。あ、もう片手で。片手で。まあ、ポン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 。表面だけど。試してみればいい。これ僕も顔にやってるんで。あ、顔に？これあの、うん、顔だけじゃなくても、うんうん、あの、かかととか、はい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 、はい。ここだから、硬くなってる。ここね、硬くなったところ。それにも効くんで。なるほど。はい、いいね。いやもう全身に使いたいわ。ね、もう、1個じゃ足りないぐらいかもしれない。いやもう、1日で終わっちゃうね。ほんと。あとでちょっと楽しみにしてみます。まず、とりあえずね、顔だけでもね、どうにかしないと。もう体なんかもういいわよ。顔の顔、顔。見えるところ、まずね。見えるところから攻めていきましょう。他にね、なんかもね、見せることもないからね。まあ、はい、置いといて。はい、で、今せっかくね、これ普段これ、僕が使ってる。うん、これも、これも、菊正宗だって。これを、顔を洗って、うん、もうこれだけです。ワンプッシュ塗って、こう、つけるだけ。うん、これ1200円なんですよ。あれ？で、こんだけ入ってる3ヶ月ぐらい。すごいね。コスパ最高じゃないですか。3ヶ月も使えるの。そう。で、体にも使えるので、こんだけあると。ほんとね。もうなんか、おしげもなく、全部どこにでも使えるって感じ？そうです、そうです。はいはいはい。乾燥してるところ。これもつけてみますか？これどこにつけるいけるかな？こっちにつけるこっちにつけるいっぱいね、つけるものが増えちゃって。もう、どこだっていいんだから。ちょっと。はい。はい、これも香り嗅いでみてください。うん、あ、お、もう日本酒そのもの。うわ、そうなんですよ。そのものだ。はい、ここにつけてみる。本当にこの後ろに書いてある成分も日本酒と一緒の成分、はい、ね。これ相当私日焼けしてるんだけど、やっぱり白くなるかしら。白くっていうか、あの、一応、うん、あの面白いのが、うん、あの日本酒の中に入ってる、うん、あの麹酸ってあるじゃないですか。うん、はいはいはい、っていうのは美白効果があって。うん、はい。はい、で他にも、うん、あのアルファイジっていう成分が入ってるんですけど、はい、それも、うん、あの日焼けするじゃないですか、うん、はい、日を浴びるじゃないですか、うんうん、で日焼けするのを抑えてくる、はい、そうなの、じゃあ先に塗っとくっていうのもいいわけ、はい、もうありますし、うん、まあ、塗って、うん、で帰ってきて日本酒飲むのもありますよね、うん、そうね、そうです、日本酒ありがたいわね、だって浜辺でさ、うん、寝そべって日本酒飲んだからみたいな、うん、そうです、うん、それもありですありね、はい、ちょっとさ生酒だからさ冷やしてさ、そうよ、ね、ちょっとお水入れてね、あ本当にしっとりしっとりしてますよね、ちょっと触ってみる、すごいいいですか、おしっとりしましたね本当かよ、最初にあの触ったけばよかった、こっち側どうですか、あ全然違いますよね、え全然違う、これ触ってみてください、どれどれ、これこっち持ってる方ね、はい、ね、あ本当だ違う、ねね、うん、触り方が違う、ね、ちょっと 私が今ね触ってる、あ、うん、これこっちに乗ってない、これ、うん、だからもうこれじゃ全然ダメだね、うん、女の人が触るときはね、触って、じゃあ、じゃあ、こっちに塗ってる、塗ってないか、うん、ほら、あでもしっとりしてる、触り方が違うもんだよ、ね、分からないのよ、あなたみたいな触り方したらじゃあ、ちょっともう時間経ったと思うので、うんうん、はい、これね、じゃあこちらの手を、うん、はい、このあのお水を用意したので、はい、すみませんね、アホな話ばっかりして、いつの間にか時間経っちゃう、じゃあいいですか、これ、お水ね、はい、このままそう、うん、かけてやってて、うん、あとはもうそのタオルが、ね、あ、ありますあります、これ、うん、優しく、はい、優しくです、優しくかけてあげると、あ、ごめんなさい、はい、優しくっていうのは私の言葉にはないね、はい、大丈夫じゃあ、はい、一緒に、はい、あなたもどうぞ、はい、優しくね、うん、優しく、優しく、そう、そういう、かけてあげるくらいの、そうです、そういう感じ、あ、ねえあ、いや、違う、ちょっとすごい、うん、色とかも、ね、色が違うんだって、比べてみていただけると、え、なにこれ、じゃ魔法みたいなものじゃない、そうなんです、魔法みたいなもの、わかる、わかる、こっちがね、塗ってない、今ここ、わかるかな、照明がね、ちょっとあれだけど、こんな、あ、自分ではわかる、なんか白くなったかも、ね、そう、だって色ちょっと違うもん、ほら肌、あ、全然違うじゃない、わかりやすい、ほら、ね、ほら、これもね、こっちがね、つけた方、なんか、わかるかな、うん、厳しい、うん、目で見たら、こっちの方が白いよね、うん、色が入ってますね、うん、
はあ。どうですか触り心地。気持ちがいい。あのサラ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 。あ、ね。すごい、うん、サラサラしてる。なんかね、さっきはほらこう塗った感じのしっとり感があったけど、はい、今はね、なんかこうすべすべ感っていうか。はい、日本酒の酒粕に入ってる酵母たちがこのタンパク質、角質層のタンパク質じゃないですか、それを分解してくれてる。これってね、はい、朝昼夜、うん、例えばその朝と夜とよく使うその、化粧水と、はい、まあ、朝だったら乳液、はい、夜だったらクリームみたいなこう分け方をして売ってるところがいっぱいあるじゃない、はい、ね、これオールインワンでいけるんで、はい、朝と夜こう朝起きてこれでやって、はい、まあ、なんかここの化粧品菊間サムネさんのやつは何種類かあるんですよ、うん、なのでさっぱり系とかしっとり系とかあるので、やっぱ自分の体っていう肌に合ったやつを使っていただけるといいと思います。どこで売ってるんですか。ドラッグストアとか、ドラッグストアで売ってます、はい、デパートとかで売ってると思うので、はいはいはい、じゃあ全然その、あの高いクリームとか、はい、そういう方がなんか効果がありそうな気がしてたんだけど、それってどうなんですか、はい、まあ、効果はあると思うんですけど、まあ、やこうやって安いやつを使ってもいいよって感じですよね。なるほどね。まあ、自分が本当にすごい高いのを使ってたんですけど、そうでもなくて、うんうんうん、他にもいいものがいっぱいあって、うんうんうん、そうですね、私聞いてみたかったんだけど、うん、はい、私1年前にね YouTube のやっぱりこう美容家の人が、はい、肌には何もつけない方が肌の中からこういろんなものが分泌されて、はい、うん、何もつけない方が最初ちょっと辛いけど肌が突っ張ったり、うん、それ我慢してると、うん、なんかトラブルもなくなりますよっていうのを見て、はい、うん、10ヶ月前ぐらいから一切何に、あ、夜はちょっとしてるんだけど、はい、朝起きて顔洗って何にもしてないんですよ、はい、もうすっごい不安になるんだけど、はい、いいのかなと。でね、私も今使ってるものって言ったら、はい、朝は本当に何にも してなくって、ドラッグストアで買ったこの日焼け止めと、これもどこでも売ってるの、はい、スーパーでも売ってるこれあの、ね、はい、日焼け止めとね、はい、あとは毎日、うん、スポーツジム行くんですよ、はい、スポーツジム あのパウダールームで髪を乾かすときにこういうあのシートマスク、これもドラッグストアで売ってる、はい、もうすっごい熱いやつね、はい、本当に何もしてない、これだけしかしてやってない、結構いいと思いますよ。あ、いいんですか。やんないよりはやった方がいい。あ、やんないよりもっとやった方がいい。もっとやった方がいいのは、朝何にもしないっていうのは、何もしないっていうよりは、うん、やっぱなんか自分の体のためになんか優しく声をかけてあげるとか、うんうん、これは本当に、うん、今日も綺麗だねって鏡の前で言ってあげるとかが、うんうん、本当のなんかお金も使わないスキンケアです。それただだもんね。ただ言っていいかしら。もうもう美しい。こんな顔じゃないのよ。はい、鏡に見る。朝起きていいそんな顔なんかしてないんだから、いやそれを毎日続けていくとどんどん綺麗になってくる、うん、ね、そういう時ってどうしてる。朝起きて鏡を見て、はい、あ、やだ老けちゃったわって思っちゃうんですよ。そう、はい、思っちゃいけない、ね、思っちゃいけない。よくここまでね生きてくれてありがとうとか褒めてあげるんですよ。そうすると、うまいわね、やっぱりそこから来るんだ。でも本当にスキンケアも大事だと思うんですよ、うん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 、だけどやっぱ自分のことをこう、うん、なんだろう、褒めてあげたりとかする方の方がその気になって、なんてマジックだね、心のマジック、うん、マジックで僕結構、うん、ありがとうございますっていう時に、うん、ありがとうビューティーですって言うんですよ。おはい、自分で、そうそう、今日はちょっと挨拶の時に、ね、うん、できなかったんですけど、うん、はい、ビューティーってやってるんですよ。そう、みんな美しい人たちじゃないですか、うん、だからはい、ビューティーって言うと、自然と褒めることになるじゃないですか。恥ずかしいでもいいんですよ。いや、そうなの？でもね、はい、最初ぐらい来てくれた時に、はい、あの、わ、ツヤツヤですねっていうかね、はい、輝いてますねって言ってくださったでしょ、はい、そんなこと言ってくれる人なんかいないんだからだから自分で言うんだって。そうね、じゃあ、わかった、はい、朝起きて鏡に向かって、はい、ビューティーはい、でこうでいいわけね。今日も輝いてるわってね。今日も美しいって言って。へー、そう、僕もやってますよ。鏡見て、うん、今日も美しいわよって言って。わよは言わないですけど。今日も美しいって言った後にありがとうございますって言って、うん、今日も美しい、ありがとうございますみたいな。なるほどね。じゃあクリーム買うよりそっちの方が効果がある、まずそれと一緒に、まあ、クリームだったりとか保湿してあげることが大事です。やっぱり保湿は必要ですか。ちょっと話戻るけど、やっぱり保湿しないっていうのはダメ、はい、あ、もう
砂漠になっちゃうんで、やっぱり砂漠状態で、オアシスがやっぱこう上げていかないと、うんうんうん、やっぱ砂漠になっちゃうんで、はい、あとは、うん、一番大事だなと思うのは食ですよね、食べ物ね、で僕は結構麹の塩麹だったり酒粕を調味料としてこうご飯作ってるんですけど、やっぱ体の中からこう、はい、発酵するもの、私も塩麹自分で作ってる。あ、本当ですか、うん、もうそれがだからお塩使わないで、はい、あのお塩か使うお料理はね、はい、塩使わないで塩麹、いやもう一緒ですよ。あ、本当に。これがやっぱ本当に良くて。そうだよね、はい、うん。やっぱ発酵食品をできるだけ取り入れようと思って。そう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 、絶対いいと思います。な、発酵ってあるじゃないですか。うん、発酵食品で食べたら自分も発酵するっていうことです。なるほどね。お味噌はね、はい、お味噌はね、本当に生の発酵のものをちょっと取り寄せて、はい、どんとヨーグルト作ってる。あ、自分でもう30年ぐらい。いいですね、はい、あれも発酵。発酵ですね。うん、本当にヨーグルトもいいし。やっててもこうだからね。いやいやいや、でもやらないよりは やらないよりはやらなかったらどうなるんだろう頑張らないところからもうやだ、うん、あと何よりも嬉しいのはさ、日本酒を飲むといいっていうのもすごく嬉しい、うん、そうか、うん、残ったらつけちゃえばいいし、ね、そうそう、生の日本酒ね、生酒、あ、安いものでも高いものでも何でもいいの、あ、飲むの本当に安すぎるやつだと、うん、ちょっと中にいろいろ混ざってたりとかするので、あ、まあ、清酒であって、なんかアルコールが、ね、入ってたりね。米と、うん、こう米麹と水、うん、もうこのシャンプー、それだけね、成分表見て買えるんですね。わ、うんね、かりました。ね、今日いや、次回お目にかかる時にはもっとキラキラになって楽しみにしていたいわ。ありがとうございます。楽しみにしておきます。ありがとうございます。楽しみにしててくださいなんて自分で言っちゃってな。恥ずかしい。でもいいんですよ。恥ずかしい、言うことが大事だ。本当ないね。そうよね。有言実行ですもんね。はい。本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録と高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。